はい、どうも皆さんこんにちは、なおじいです。今日はね、久々かな、新しいスニーカーがね届いたんで紹介していきたいと思います。じゃあね、早速いきましょう。いやー、久しぶりにねスニーカーが紹介できてね、僕も楽しみなんですけど、はい、じゃあね早速ね、今日紹介するのはねこちらです。2つドンとね、まあね、動画見ていただいている方ならお分かりだと思うんですけど、先週の土曜日かな、ね、ダンクの SB、ブルーフューリーとムスリン、オンラインで長期戦を粘ってね、ゲットできたということで、今日ね、届きました。うん。まあね、こんな大変な時期にね、届けていただいてね、本当にありがたいお話なんですけども、でね、今日ね、これ2つちょっといっぺんに紹介すると、まあ時間的な話もあるし、まあね、ちょっと一足ずつ紹介したいなと思って。で、これね、まあ当然ね、まだ両方ともね、開けてないんですけど、はい、未開封なんですけど、でね、これどっちに何が入ってるか僕もわかんないんですよ。なんで、今日はね、どっちを紹介するかまだわかりません。っていう風にしたいなと思って。なので、この2つね、この二つのうち、どっちかを選んで、それをね、開けて、どれが出るかのお楽しみからね、行きたいと思います。じゃあね、どっちにしようかな。どっちも一緒なんでね。じゃあね、こっち。これ行きましょう。はい。じゃあね、これはすいません。またね、次回。はい。じゃあね、早速ね、開けていきたいと思います。なので今日は商品のね、ボックスの箱、横も見ないでいきますんで。はい。じゃあ、早速ね、開けていきましょう。ああ、全然話変わるんですけど、ちょっと、どうですかね、この、今映ってる感じ。実はね、ライトをね、もう一個追加したんですよ。今まではライトをね、ここにライトがあったんです、ここね。で、こっちにもね、今ライト置いたんですよ。ちょっと今まで自分もね、編集しながら見てるとね、こっち側が暗いんですよね。こっちからしか光当ててなかったんでね、こっちね。なんで、こっちも暗い、こっちが暗いなと思ってね、こっちにライト1個追加したんですよ。どうですか？自分的には結構ね、だいぶ明るくなっていいかなと思うんですけど。じゃあ行きましょう。いやー、今日はね、ほんと楽しみにしてたんでね。あ、ちょっと待った。これ見ちゃうと分かっちゃうから、見ないっす。はい。じゃあこれもね、隠して。はい。じゃあね、今日ね、紹介するね、ボックスはこちらです。ドンと。ナイキ SB の紫のボックスですね。うん、初めてですね、僕は。前まではね、違う色だったと思うんですよね。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど。で、今年からかな。うん、最近このね、紫ボックスに変わって、で、自分もね、初めての紫ボックスです。かっこいいですね。前の色もね、まあお馴染みでいいんですけどね。まあ紫ボックスは紫ボックスでね。すごくかっこいいと思います。はい。じゃあね、早速ね、アングル変えて、自分もまだ見てませんよ。はい。見せませんから。アングル変えてね、早速開けていきましょう。はい。じゃあね、アングル変えます。はい。じゃあね、アングル変えましたんでね、早速ね、開けていきたいと思います。あ、これだと見づらいかな。ちょっとボックス向き変えますね。何ですかね、何だと思いますか。じゃあね、早速ね、スニーカーの方を開けていきましょう。じゃあ開けますよ。せーの、はい、ドン。あー、まだわかりません。どっちでしょう。いきますよ。せーの、ドン。おー、こっちか。ムスリンでしたね。はい。正解は、ムスリンでした。じゃあね、早速ちょっと両方出していきます。はい。じゃあね、今、ボックスからね、スニーカーの方出したんでね、早速ね、見ていきましょう。一応ね、このモデルはね、まあ先ほども言いましたけど、ダンクロー SB のね、ムスリン。で、ね、まあ冒頭で言いましたけど、ムラスポのオンラインでね、買った商品になります。まあ実物見るのはね、自分も初めてなんでね。うん。まあ、まずね、初めて見た印象としてはね、うん、やっぱりね、いい色ですよね、渋い。でね、まあ一番パッと見、まず思うのはこのミッドソールかな。この色が、うん、なんとも言えない色で、まあこのね、中のこのインナーとかと同じ色で、まあなかなかね、いい色なんじゃないですかね。ね、一応ね、まあこれ見てもらうと、ここのレザーとね、こっちのレザーはね、ちょっと質感が違って、こっちはね、スウェードの生地で、
こっちはツルツル系の生地ですね。で、まあダンク SB なんで、シュータンは厚くて、で、ここにね、ナイキ SB とダンクロープロ。で、これはブラックですね。ブラックの刺繍。で、スッシュが、普通のあの、レザーですね。スエードじゃない方ね。うん。ヒール側が、このナイキが刺繍で、この、ここがね、ゴールドのパテントですね、これね。へぇ、このとこパテント使ってんだ。いいですね。で、まあ内側もこんな感じですね。どうですか？いいですよね。かっこいいですね。で、シューレースは、一応このボディのカラーに近い感じの、まあちょっとこっちのが、まあ見てもらえばね、明るめの色っすね。なんつったらいいんだろう。まああのナチュラルとかそういう色になるのかな。で、シューレースチップが今回ちゃんと、なんつうの、ちょっとこのゴールドっぽい感じ、これね、になってますね。うん。両方ともね、なってます。で、まあヒールがね、こんな感じかな。まあ一応黒タグがね、こんな感じですね。まあこのぐらいの明るい色味なんでね、まあこれからの時期ちょうどいいんじゃないでしょうかね。うん。で、インソールはね、ズームエアーっていう文字と、このね、ズームエアーと、あとこのね、ナイキ SB。はい。ってなってますね。で、インソールの色はね、この、ここのね、インナーの色と同じ。まあこのね、ミッドソールと一緒ですね。もう一回ね、じゃあ外観をね、さらっとお見せしますと、横から見た感じね。はい。で、これがヒール側ね。はい。で、これが内側。で、前から見た感じ。これがね、上から見た感じ。はい。うん。じゃあね、ちょっとアングル戻しますね。はい。ということでね、今日はダンク SB のね、ムスリンをね、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？ちょっとね、すいません、光をね、新しく追加したんでね、ちょっと、この、ちょっと色がね、飛んじゃって見づらくなったらちょっと申し訳ないです。これからね、今日ちょっと初めてなんで、ちょっと光の具合なんかはね、これから調整して、なるべくね、実際の色に近づけた感じでお伝えできるようにちょっと頑張りたいと思いますけど、ちょっと今日はすいません。もし見づらかったりしたらね、大変申し訳ありません。この前の土曜日、紫スポーツさんね、僕もね、ツイッターとかいろいろ見ましたけど、かなりね、やっぱりサーバー重くてね、結局全然繋がらずに終わってしまったなって方もかなりいて、うん、まあいろんなね、書き込み見たんですけど、まあ自分はね、たまたま、まあ粘ってて、運よく繋がってね、まあ、二足とも変えたんですけど、うん、なんか、どういう感じなのかわかんないですけどね、全くやっぱ繋がんないっていうのもね、繋がりすぎて瞬殺、この前のモータル東京さんみたいにね、もうなんかちょっとあってなっちゃうんですけど、あそこまでやっぱ1時間以上繋がらないっていうのもね、まあちょっとどうかなと思うんでね、まあ、紫スポーツさんもね、ちょっとね、もうちょっとっていうところを考えてもらえるといいかなと、うん、思いますね。まあ変えた自分がね、そんなこと言うのもなったあれなんですけど、はい。これからしばらくはね、こういったオンライン販売になっていくと思うんでね。まあオンラインで先着販売になるのか、抽選販売になるのかっていう感じなんですけど、まあね、最近ちょっと自分の感じで言うとね、オンラインの抽選販売ってやっぱりもう当たる気がしないんで、だから今回みたいなこういう先着販売の方が、まあサーバーが重くてね。で、要は、まあなんかボットとかでね、まあ根こそぎ買われてしまうっていうよりは、どっちかって言ったら、まあ運的要素も強いんで、で、今ってまあ出かけらんないんで、まあもうこういう運とかね、いうので、うん、まあ時間潰すのも楽しいんじゃないかななんてちょっと思ったりもして、はい。すいません。それはね、人それぞれ賛否があると思うんですよ。ふざけんなと思う方もいるかもしれないですけど。まあ自分はね、まあ変えたからっていうところで言ってるのもあるとは思うんですけど、ただ抽選販売でね、もう全く当たらないっていうのをね、ただただ期待しながら待つっていうよりは、なんかこう、頑張って勝ち取ったぞっていうね。まあそういった気分になれるのもね、いいんじゃないかなと思って。皆さんどう思いますか？まあこれからね、オンライン販売が、まあ、しばらくは主流になると思うんですけど、オンライン販売のあり方というかね、うん、皆さんの意見がね、もしあれば教えてください。はい。僕はね、うん、まあ今まで抽選ってほとんど当たったことないんで、オンラインのね。うん。だから、まあ、この前のトラビスのモータル東京さんもそうですし、まあ、先着のね、オンライン販売で、さらっと変えちゃって、まあ、ああいうボットとかそういう方にね、
根こそぎ持ってかれてしまうんだったら、まあ誰でも平等にねチャンスがある、まあすいません多分ね見てる方でお前何も分かってねえなって思われる 方もいるかもしれないですけど、まあ自分も現にこうやってこれ変えたり、あのブルーフューリーもねトラビスも購入できたりしてるんで、まあそういった意味でいけばね、まあそういうオンライン販売で、まあ今の時期ですよ、あくまでも今僕が話してるのは今の時期限定の話なんですけど、ああそういったドキドキワクワクしながらね、あの並びに行って抽選の番号を引く、まあそのドキドキ感と全く同じじゃないけど、まあそういったドキドキ感を味わえるのっていう意味でいけばね、あの先着販売、まあしれっと買えない系のね、うん、あのこの前の紫スポーツはちょっとやりすぎだと思うんですけど、サーバー重すぎてね、あれよりもうちょっといい、なんだろう、みんながこう普通に入れて商品ページも見れてカートに入れて、でエラーもちょっと出ながらね、まあその中でもあのこう早くねクリックしてうまくつながってタイミングよく変えた人みたいな、だ運的要素も混ざった先着販売っていうのかな、すいませんちょっとうまく言えないですけど、うん、まあそういったのもね、あの今家にいる中でね、あの何のドキドキもない抽選販売よりはいいかなって気がしました。はい、まあこれは個人的な意見です。はい、あの賛否あるでしょうけども、はい、もしね皆さんもね、まあ、こういった方がいいんじゃないのなんてね、うん、なんかご意見があればねぜひコメントで教えてください。じゃあね一応今日はね、またいつも通り簡単なレビューですけども、ダンクの方を紹介させていただきました。当然ねもう一個変えてるんで、ブルーフューリーの方はね次の動画でねご紹介できればと思いますんで、気になる方はねぜひ楽しみにして待っていただければと思いますんで、じゃあね一応今日の動画はね、また簡単ですけどこの辺で終わりたいと思います。コメントだったり、高評価、うん、あとはねチャンネル登録がお済みでない方はねぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということでね今日の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。